ミゼルさん。もうやめやめ。ソーフィー、こんなのおかしいと思わない？はい。このギクシャクした感じよ。みんなの前では普通なのに、二人きりになると途端に意識してまともに喋れなくなっちゃう。こんなの私らしく、ううん、私たちらしくないわ。こんなんじゃ一緒にいても楽しくない。そんなのもったいないし、私だって。でも私たちが元の世界ではどうのこうのとかさ、そういうの今は関係ないと思うのよ。そもそもにして実感なんて湧かないでしょ、こんなピチピチの私じゃさ。ピチピチって、まあ確かにそうだけど。ならさ、深く考えるのはやめちゃって、お友達。そう、少なくとも今の私たちにはそっちの方が合ってると思うし、何より楽しいと思うの。どうかしら、改めて。うん、私もそっちの方が嬉しいな。よかった。それじゃ気を取り直して。こちらこそよろしくね。行くの？よし、出発です。ソフィーさん、前に聞いたあの子、コルちゃんさんだっけ？その子の話聞かせてくれる？コルちゃんのこと？お友達って以外に話せることだと。ごめん、正確にはコルちゃんさんの一族について教えてほしいんだ。僕と同じ複製の力を持ってるんだから同じ一族だとは思うんだけど。そっか、でもそれについては私もわからないの。コルちゃんはずっと自分の故郷がどこなのかわからなくて悩んでたから、いろいろ調べて東の国らしいってことがようやく分かったくらいだし。そうなんだ。コルちゃんさんと僕以外に複製を使える人を知ってたりはする？ううん、そんな力があるって話もコルちゃんに会うまで聞いたことなかったし。そっか、ソフィーさんの時代でも僕の一族はまだまだ無名なんだな。いや、それとも唯一の生き残りがコルちゃんさんだけとか？だとすると困ったな。そこから一族繁栄なんて、さすがなんかすごくし。どこに行くんだ？出発ですね。あれ？こっちの生活には慣れてきたかい？はい、最初は少し戸惑いましたけど、おかげさまで楽しく暮らせています。困ったことがあったら何でも言ってよ。それじゃあ早速聞きたいことがあるんですけど、エルビーラ様にはどこで？最初にお会いした時、はっきりとしたお姿が見えなかったんで、ちゃんと会ってお礼をしたいんです。それは難しいな。エルビーラ様は人前に出てきたことがないんだよ。私たちも初めてこの世界に来る時にぼんやりとした姿と声を聞いたのが最初で最後だからね。そうなんですか。直接お礼を言えないのは残念です。けどね、エルビーラ様は夢の大樹に住まわれていると言われているんだ。だからもしお礼を言いたいなら、
胎児の前へ行ってそこで伝えればきっと聞いてくれているはずだよ。わかりました。私早速お礼をしに行ってきます。みんな本当にエルビーラに感謝してるんだな。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よし、そういえば、ロイテールから離れるとそれだけ魔物が強くなってるよね。そりゃそうよ。ロイテールから遠ければ遠いほど私たちが手を退治される心配もないから、魔物にとっては住みやすい場所ってことだね。だとすると私たちももう少し対策をしておくべきではありませんか。対策って具体的にどんな？それはそんなもん一つきゃねえだろ。みんなで力を合わせた必殺技を食らわせるんだよ。みんなでって6人で一斉に必殺技を打つってこと？そんな乱暴な。うまくいくはずがありません。ふむ、いや、いい考えかもしれない。対2人で連携して技を繰り出すというのであれば なるほど、それならできるかもしれないわね。そんなこと本当にできるのかな。多分ね。それじゃちょっと作戦会議といきましょう。よし、これでとりあえず決まったわね。あとは実戦で試すだけよ。確かに不可能ではないことは分かりましたが、不安は残ります。うまくできるかな。ソフィー、安心していい。私がしっかりとサポートしよう。よりによってオレアスとか。失敗したら蹴っ飛ばすからね。お前こそ力みすぎてすっ転ぶんじゃねえぞ。これがうまくいけばいずれは誰と組んでも技を放てるようになるはずだ。今後の戦闘のことを考えてそれも考慮に入れて腕を磨いていこう。習得しました。何を作っちゃおう。材料はっと、まずはあれから。いや、それとも始めよう。ここにしよう。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。
かも。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。悪くないかも。なるほどね。どの特性にしよう。これでいいかな。パパッと仕上げて、これで完成。すごいのできちゃった。何を作っちゃおう。どこに行くんだ。
にしようかな。どこに向かう？護衛は任せてくれ。出発ですね。いらっしゃいませ。どれにします？また来てください。いらっしゃい。どれが欲しいの？おう、いや、どれが欲しいんだ？これでいいか？ありがとうよ。おう、また。場所での採取には注意が必要ですね。手がかじかんで素材をダメにしかねません。おいおい、これやべえだろ。銃撃った時に引火しねえだろうな。だよ、雑魚じゃねえか。オーラの弱点はタドルの底ね。私に撃たせて。見えた。当たれ。あそこが弱点ね。援護するわ。あいつオーラが壊れそう。決める。私に行かせて。すべて。守ってみせる。それ。やあ。遅い。終わったか。だよ、雑魚じゃねえか。オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。見えた。当たれ。ここが弱点ね。援護するわ。オーラが弱っています。
って便利だな。元の世界でもできればいいのに。てやっ、錬金釜に入れちゃうんだし絡んでてもいいよね。よいしょ。だいぶザクじゃねえか。見えた。あそこが弱点ね。援護するわ。そこだ。後ろに。私ならオーラの弱点をつけるかも。やばい。チャンスがあったら私と変わって。遅い。やばい。外されよ。さあお仕置きよ。遅い。当たれ。俺様に勝てるわけねえだろ。また強くなっちまったぜ。さあ、とっておき。故郷が干ばつで苦しんでいたせいか、雨を見ていると心が安らぎます。私に打たせて。あ、弱点っぽいの見つけたかも。私にやらせて。特別の弾くれてやるぜ。オーラが壊れそうだよ。遅い。今がチャンス。遅い。やばい。やれやれ。これでいいのか。てやっ。気は抜くな。オーラの弱点は多分あそこに。私に打たせて。あ、弱点っぽいの見つけたかも。私にやらせて。逃がしゃしねえよ。オーラが壊れそうだよ。今がチャンス。決める。遅い。甘い。気をつけな。やっと。これで終わり。そこ。守ってみせる。気をつけろ。遅い。どでかい攻撃が来るぞ。終わったか。遅い。なんで。
外さねえよ。遅い。外さねえよ。当たれ。錬金術師に挑むやつは愚か愚かなんてね。困らない。持てるだけ持って帰ろう。てやっ！ウニの採取は注意してください。刺さると痛いですよ。てやっ！お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。オーラの弱点は多分ですね。私に打たせて。あ、弱点ポイント見つけたかも。私にやらせて。オーラが弱っています。決める。これを持って帰んのか。たく、俺様は荷物持ちじゃねえぞ。弱点だ。それ。そこだ。さあ、行くわよ。お仕置きよ。やん。そこだ。守ってみせる。さあ、行くわよ。お仕置きよ。うん。一丁上げに。私は
は強くなれるということか。幅が一気に増えるんだよね。破れそうだぜ。
決める。はっ、危ねえぞ。それそれそれ、これで終わり。使う素材なんだ。見つけたらちゃんと採取しようね。これをここにっと。うん、やっぱお日様の光って最高よね。雨の中動かなきゃいけないのか。ま、文句言ってても仕方ないわね。これをここにっと。やっぱり晴れが一番好きかな。雨とかより安心できる感じするし。
キノコかわからないときはいろいろまとめて詰め合わせ。してくるべきだったかも。なんで道のど真ん中にこんなもんがあるんだよ。多分ここを作る時に元にした無限が関係してるんじゃないかしら。こんな巨大なプニの像が出てくる夢って悪夢だよね。そうかな。不気味だと思うけどな。それよりこいつどうするよ。押したところでどうにもならなそうな大きさだぜ。乗り越えるのも難しそうだ。だとすると
残った方法は爆破しましょう。それ以外に何か案がありますか？ううん、それしかなさそうだよね。葉っぱ用フラムの出番ってわけだな。そんじゃ任せたぜ。どこに行こうかな。さ、どこに行くの？よし、作れるものが増えたみたい。作れるものが増えたみたい。新たなレシピ、新しい道具作れるようになりましたよ。はい、へへ、道具どれにしようかな。ご飯は冷えるわね。みんな風邪ひかないようにね。どこに行くの？
よし、何を作っちゃおう。どれを入れよう。材料はっと、ご飯は、どこに向かう。護衛は任せてくれ。さ、出かけるわよ。おはよう。何を買うの。見逃せないわね。できるだけ多く持って帰りましょう。特性は
はどれに。これで一気に仕上げるよ。これで完成。どれにしようかな。やってみよう。悪くないかも。これはここ、これはここ。そうなるんだ。これでパパッと仕上げちゃおう。できた。どれにしようかな。どこに向かう。護衛は任せてくれ。ほらさっさと行こう。こんな場所にこそお宝が。これでどうでしょう。気にするとこあんだろうが。うん、別の場所で道を塞いでいなければ良いのだが。その時はもう一度爆破します。